真夜中っぽいセットがすごいす、ね、素敵ですね。キャンプみたいな、この日がすごい素敵だね。霧が出てるからね。この番組は一体どういう番組なのか。真夜中の嵐。真夜中の嵐はですね、うん、南は九州から北は北海道まで日本全国の真夜中を冒険するといった、うん、冒険番組です。大丈夫、一人真夜中なんか一人結構怖いですね。ダントリは不安でしょ。本当なんかいろいろありそうな感じじゃないですか。南は九州から北は北海道まで真夜中の一人旅。嵐が5人のリレーで襷をつなぐ。スタート地点となるのは鹿児島県の南端 JR 枕崎駅。ここから最終電車に乗り込み、お好きな駅で下車したらそこから日の出までが冒険の時間。そして厳正な抽選の結果、最初の冒険者に選ばれたのは嵐の切り込み隊長桜井翔。日本最南端の始発駅枕崎を皮切りに、果たしてどんな冒険が始まるのか。ということでこの番組は、はい、大まかなテーマとしては、うん、山なら登れ、海なら潜れ、崖なら飛べ、これをテーマに。すごいテーマですね。怪我しないようにね、それぐらいの気持ちでやっていこうっていう感じで、うん、頑張りましょう。九千の何々みたいな。九千の何々、何なんだ家。あ、九千の、あ、いいんじゃないの。九千の九州男児。九千の九州男児、想像してみて面白くない。九千のハエ、うん、1個街灯あったとしたら九千匹ぐらい。日が落ちて人影もまばらな枕崎駅前。本当に一人だ。本当に本当に枕崎。午後7時30分にしてここ枕崎はすでにこれが最終電車。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ここからは全て自分で決める。まずは下車する駅を決めるための情報集めから。最南端の駅なら西大山があります。西大山、ああ、おー、ひなうなぎ乗ったで乗っちゃったな。うなぎっすか。うなぎごと、おー、ひなどが。日本で一番南にある駅、大船木はともかく日本縦断の幕開けにはうってつけかもしれない。1時間後西大山駅に到着。果たしてそこはどんな場所なのか。うっそー、マジ暗いよこれ。どうすか。すると落書き帳、旅ノート、これかな。お、どうもです、東京から来ました。東京出たのが18時3分の約24時間で来たのでしょうか。何もない駅ですね、かっこ笑い。変えときますか。東京から来ました。今日から北へ向けて旅を始めました。夜通し自転車で北目指します。彼らもみんな一人旅だったのだろうか。そんな思いで出発した桜井。マジ暗い。何これ。